僕は靴買った日で、新生ミスターチルドレンは次の一歩を踏み出します。それから次にメインビジュアルに出て、この日は CD ジャケットの会議、こうした作業もメンバーが一から組み立てていきます。頭の中素晴らしい、素晴らしい、ずっと次にこれが好きなんですが、うん、あ、そうです、やっぱり来ましたね、うん。3月から始まるアリーナツアーの演出会議も始まりました。4人が率直にそれぞれのプランを語り合います。逆に確実に映像を使う曲の話とは、煙の中の列車、雲の糸がこうで何か違う世界、外側の世界、これどうあってなんかこう精神的な、こういうのがやりたかったなっていう感じでした。前は、まあ、すごく小林さんが、まあ、僕らをプレイヤーとして余計な能力をかけないように、ある程度絞ったアイデアとかを僕らの方に投げてくれてたんだけど、アイデアを絞り込む前の段階のところで立ち会うと、メンバー4人でそれぞれ意見があるから、ミーティングも長くかかるし、どちらかのこともあるし、ただそれが的を得てないことだとしても、それがなんか次の新しいアイデアを生むステップになったりもするので、僕らも長いことやらさせてもらってますけども、ここに来て4人の中に新鮮な空気が流れ込んできたのは本当です。9月、お台場レコーディングを一旦やめ、全国5カ所でのファンクラブツアーに入りました。出来かけの新曲もあえてファンに披露し、生の反応を確かめます。これはミスターチルドレンにとって初めての試みです。
あ、こいつ歌に酔ってる歌っていうのも嫌なんですね。曲によって求められてる感情っていうのがきっとあると思って、その感情にできるだけ近い声の柔らかさや硬さだったりとか。